ちょ、もう調査もう早速ちょっと目が見えんすぎるからちょこんなことすげんな。最近カラコン難民でめっちゃいろんなカラコンいろいろ試してんねんけど、今回はフランミーのシェルス&ブラウンをつけていきたいと思います。自分もう目がめっちゃ悪くて、右がマイナス 7.5、 左がマイナス 5.5 ってめっちゃ目悪くない？これを入れていきたいと思います。結構変わるかな。変わる？ちょ、この前な、振り回した時に視聴者さんにメイク動画もうちょっとなんか顔見えるようにしてくださいって感じで言ってもらってんな。メイク動画とか言いながらいつもさ、めっちゃ雑談ばっかしてやんか。そんなになんかめちゃめちゃいっぱいメイクのことをめっちゃ喋ってますっていうよりかはさ、だからさ、そんなになんかみんななんか自分のこの化粧はそんななんか見てないかなとかと思って、結構いつもこれぐらいにしててんけど、ちょっと今日は近づいてみます。パーソナルカラーがそのイエメハルでセカンドが秋やねんけど、だから黒よりかはなんかそういうパキッと明るいブラウンとかなんかそんな感じの方がいいらしいねんな。だからカラコン今回はちょっとめっちゃ茶色っぽいのにしてみました。自分めっちゃほんまにな、油肌すぎてやばいねんな。すぐ化粧も取れるねんけど、顔の汗がほんまにひどいねんな。顔めっちゃ汗かいてんなって言われんねんけど、もうそれぐらい結構自他ともに認める汗かきやねんけど、こちらプリマベストの化粧下地を塗りましたとさ、最近な9点でないろいろお買い物してんな。なんかこれウォン・ジョンヨ先生のトーンアップなんやら、今日はあの美容系らしくちょっとメイク系の話結構していい？勝手にしようって感じなんだ。ほんまに笑い方どうかした方がいいぐらいずっともうほんまにってで、モンジョンヨ先生のピンクのこれを塗ります。その動画で見たやつか分からへんけど、カラーコントロール系ってこういうチューブのやつ多いのか、これはこういうパフでなんか叩き込むやつやねんて、なんかおもろいなと思って買ってみて、でなんかその動画見たら、なんか弱そうと思って、でこれ自分はピンク色のやつ買って、ここのお肌は結構自分さ、なんか最近荒れることなく調子いいねんけど、ここの鼻だけなんか泥棒入ってなんか家荒らされたんちゃうかってぐらい、もう鼻だけすっごい荒れちゃうねんな。なんか最近スキンケア頑張ってきて、やっとこうちょっとマシになってきてんけど、嵐みたいなこのお肌がまだ残ってるから、ここは結構いつも塗ってんねんな。どうかな、これトーンアップしたと思う？次、これめっちゃ気に入ってるコンシーラーやねんな、イプサのコンシーラー。これなんかの口コミでいいって書いてんの聞いて使ってんけど、めっちゃいいねんの。これの真ん中のオレンジをクマに塗ります。じゃあ結構なクマなくなんねん、これ塗ったら。コンシーラーここら辺塗らんだけで一気に暗くなるから、最近口周りも塗ってんねんな。昨日のさ、寝る前のさ、めっちゃアホな話していい？なんかまず昨日結構めっちゃテンション低かってんな。それで書類関係のやついろいろやってんな。ほんで、まあ、なんか最後の最後でちょっとまあ不手際があってうまくいかんかったのよ。この日で終わんのにって思ったことが伸びたらさって感じになるやんか。元気な状態でそれやったら別にそんな落ち込んでなかったんやけど、もともとブルーでからのそれがうまくいかったからすごいなんか落ち込んでんな。でそれで夜ご飯食べた後に、まあ気分転換になんかゲームしようと思って、まあなんかそのハマってるって言ったスイカゲームをなテレビでやってんねんけど、聞こえたなんか今ピーピーになったよな。ファンデーション塗ります。これミシャのやつやねんけど、トムとジェリーとなんかコラボしたやつ。鼻のとこだけ塗る。なんか厚く塗っちゃったら取ることはできひんけど、薄く塗ったら足すことができるみたいなことを昨日名言みたいな感じで言ってる YouTuber さんいらっしゃって、へーと思ったからそれを早速実践したいと思います。で昨日そのだから夜ご飯食べた後にスイカゲームしてんな。じゃあスイカゲームが次全然うまいこといかんかってんな。ゲームして気分晴らそうと思ったのにゲームしてもっと落ち込むんだ。ほんまに気をついてないんやって。で昨日お風呂入る前にずっとソファーでモジモジしてんな。今日うまくいかんかったなみたいな感じでこうやってもこうモジモジしてんけど、その時にこの自分のずっと気に入ってるこのキラキラのゴムがあんねんけどさ、これ最近緩んできたなーとかって思って、これを持ちながらこうなんか緩んでんなーと思ったら、これがもうバチンって割れて、まあお気に入りのキラキラのゴムまでちぎれてもう再起不能になったから、もうその瞬間昨日ズーって号泣してて、ガーとかって泣くんじゃなくて、テレビ見ながらもう静かにめっちゃ泣いててんな、何もうまくいかへんみたいな感じで。次このイニスフリーのこのパウダーをちょっと鼻周りに塗ります。ここだけな、ここと目のとこと。次めっちゃ気に入ってるこれスクーちゃうよな、ごめんスックやんな、毎回間違いねんけど、スック。これイエベの人に似合うアイシャドウらしくて買って、そっからずっとお気に入りやねんけど、これのこれまずこれをアイシャドウ全部塗ります。まあ、そんでな、その話ね、続き。寝る前にいつも結構自分スマホを結構触ってるタイプやねんけど、この感じで SNS をいろいろ徘徊したら多分めっちゃなんか落ち込みそうやなと思ってんな。なんか SNS ってなんか
なんか情報収集しようと思ってんのになんか愚痴とかをさめっちゃ書いてんの見たりするやんか。だからその人の愚痴を見えるほどそんなにあのメンタルが広くないって感じで思って SNS 見やんとこうと思って、で次このこれここ塗ります。なんか気持ちこことここにここ塗って、ここはあんまりそんなになんかいっぱい塗らんようにしてんねんな。で最近なそのなんか SNS 以外のものもなんか見るようにしないなと思って LINE 漫画読んでみたりとか、あと Kindle なんかスマホでさなんか本読めるやつあるやんか、それをな、まあ、なんか漁ったりしててんな。この前な LINE 漫画でな30歳の既婚者の人が女性用風俗になんか行ってハマる話みたいな LINE 漫画があって、え何やろうと思って読んでたら止まらんくなって、気づいたらめっちゃ課金してめっちゃ読んでた。昨日は何やったっけな、昨日これ読んでてん、明日死ぬかもよってやつで、その本が今あなた死ぬ前やと思って想像してみてくださいみたいな、なんかそのネタ切りであと30秒で死にますみたいな、だんだんあの記憶がぼやぼやしてきましたとか、であなた次もう死ぬ前の20秒前ですみたいな、だんだん体から意識がなんか朦朧としてきましたみたいな、で次もう10秒前です、もうほとんどもう記憶がもうなくなんかもうだん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 魂がこうやって抜けていくような感じになっていますみたいな、で0秒今あなたはもう死にました、であなたはもう死んでるので一旦5分ぐらいなんか死を感じてみてくださいみたいな、で5分経ったら次のページを開いてくださいって書いて、あ分かった、じゃあ一回死を感じてみようと思って、こう5分ぐらいずっとこう無意識になってあの死を感じてみようと思ってんけど、あの気づいたらめっちゃ朝やってんな、あれあれもう朝なってる、めっちゃいい朝やみたいなここからちょっとメイクについて話していくな。まず自分なんかクマがここら辺が濃いんですよ、だからなんかちょっと白くしたいなと思って最近ここのここの白の色を取って、ジルリーン茶色のパレットやねんけど下まぶたの中心の方に塗んねんな。前まで結構茶色のやつとか塗っててんけど1日の終わりにここら辺がめっちゃ真っ黒なんねんな、からのその1回これ白くしてからのでも使いすぎてないってやつやねんけど、クリオのこのコロンパレットのこのもう気に入ってんなーっていうのが分かる、ここをちょんちょんって塗ってここら辺をちょっとピンクっぽくすんねんな。これ全部で化粧する日もあんねんけど、最近なんか自分が今最近ピンクっぽくしたくないなと思ってめっちゃピンクにした時このパレット使ってんねんけど、2年前とかに買ったやつやから今あるんか知らへんねんけど、このパレットでなんか色塗った日の絶対なんかアイシャドウの色めっちゃ可愛いって結構褒めてもらえるな、発色めっちゃいいなみたいな感じ。これでここら辺とここら辺を塗る、で次がこの茶色がなめっちゃ可愛いねんな、結構赤みが入ってんなって感じのブラウンの色で塗ったらなんか分からんけど明るく感じねんな。で自分の場合めっちゃ白目多いねんな、ここら辺に塗るけど、これ三角のとこまで埋めすぎたらなんか老け顔メイクみたいになっちゃうらしいから生え際に塗るぐらい、じゃあちょっと可愛いなと思ってからの次このデジャブのラスティングファインっていうリキッドじゃないクリーム系のペンシルで離れ目やからそれを解消させたいからこことここに結構塗ってますっていう美容系が言ってるからえーってぐらいで聞いてほしいんだけど、美容系の人のメイク動画は見んねんけど、あのこういう人のさメイク動画見やんからさえどこまでちゃんとなんか見せたらいいんやろって分からへんけど、とりあえずちょっと今日はちゃんと撮ってみよう、もしかしたら誰かのためになるかもしれへんな。ちょっとペンでぼかしてるぐらいで描く方がなんかナチュラルに見えるなと思って、今自分が結構ナチュラルっぽい感じのメイク好きやからちょっとなんかほんまに自然な感じでなんか黒くなってんなっていうのにちょうどいいねんな、結構変わるくない。みんな昨日どんな一日でしたか。私は昨日死を5分感じようと思ったらなんかあの朝になっててめっちゃいい朝を迎えましたいい感じに寝落ちした。でこれ日によんねんけどこっから涙袋を出す日もありますっていう、でもこのさ涙袋作ったら一日の終わりにここら辺めっちゃ黒くなってんねんな、だから今どうしよう、ここどうしようってすごい思ってるところですね。で次がこれやな、これも9点で買ってんけどジュディードールっていう多分中国コスメかな、なんかノーズシャドウいいのないかなって探しててずっとこのキャンメイクのシェーディングパウダー使ってんけどこれがあんまり濃くつかへんねんな、このノーズシャドウしたいけどそんなに濃くつかへんからちょっとこっちを使ってみようと最近思っております。こうちょっと鼻はここに塗ります。ノーズシャドウを今縦に塗ってみてんねんな、ノーズシャドウほんまに分からん、ずっと分からん、なんかもっといいのあるはせないなと思いながら何が正解なんやろノーズシャドウって。え待って塗りすぎたかも、塗りすぎたかもいや塗りすぎたかも、鼻がそんなにちっちゃくないねんな、だからちっちゃくしたいからこう黒く塗ってんけど、じゃあこっちを結構入れすぎたらなんかいつも変な感じになんねんな、ちょっとトリマーここら辺だけ塗ろう、
ここまで入れすぎたらなんかすごいニンニク鼻みたいなんねんな。だからこう一旦ここだけちょっと鼻高く見えたんやんか。で次これの一番下のところをこことここここに入れます。なんかいいブラシが見つかってないからなんか適当にこうやって塗ってます。ここのここをさ白くするなんかいいのない？もう年齢重ねていったらな、ここら辺なんかすごい黒く感じるからここら辺をちょっと明るくします。元気そうに見えねんな。で次これもな、これも中国のやつかな、エレシー SNS でいいと聞いたものなので使ってみようと思ったんですけども、こちらをこれを鼻のこことここにちょっと気持ちここら辺塗ろう。で次マスカラ塗んねんけど、最近な自分なピューラーあんません方がいいんかなとか思ってきてな、ピューラーはちょっとだけ上げるぐらい。で次これキスミーのヒロインメイクのこれから出てるマスカラ下地があんねんな。マスカラ上げます。こっちも上げて、で次このこれやっぱ好きやわってやつやねんけど、もう一回リピしてんねんけど、めっちゃ細くてめっちゃ描きやすいねんな。これ見える？極細やねんな。だから自分マスカラのあんま得意じゃないからな、これめっちゃ伸びるしさ、ひじきみたいにならんからな、めっちゃ好きやねんな。メイクの足し算引き算がそんなに分かってないからか分からへんけど、濃く塗ってしまうことがめっちゃ多いねんな。ほんじゃちょっと一個前のほんまに平成イエーって感じのメイクに結構なっちゃうから、最近ここら辺どうしようってすごい悩んでんねんけどな、塗らん方がいいんかなって。下まつげの方がちゃんと塗った方がいいんかなと思って、下まつげに結構濃く塗る方が多いねんな。2個か3個前らへんにミスドに行く動画を自分が出してんねんな。めっちゃそう動画でさ、なんかビジュアル良くなったって感じですごいなんかコメント欄で褒めてもらっててさ、朝に撮りに行ったからめっちゃ急いで化粧して出て行ったからなんかナチュラルメイクになったんかもしらへんねんけど、眉毛とかが結構自分的に急いでメイクしたからさ、眉毛ってなんか急いでメイクしたら結構めっちゃ雑になるやんか。うわ今日のこのミスドの動画のコンディション最悪やみたいな感じで思って動画出したら、なんかみんな美女が良くなったみたいな感じで言ってくれたからさ、自分が思ってた感情と全然違う反応をもらって、まあでもそのそもそも見てくれてる視聴者さんのそのなんていうの、治安がめっちゃいい、まあ、だからそう言ってくれてると思うんだけど、ほんまに治安いいねんな。いや次ちょあのさ、もう絶対これ描くのきついよなっていう感じの眉毛します。見て変な反り方して、こっちが結構平行気味でこっちがめっちゃ上がってんねん。みんなそんなもんか。自分結構イプサ好きなんかな。イプサのアイプロこれいただいたやつです、ありがとうございます。これめっちゃ気に入ってずっと使ってんねんけど、オレンジにしたい時オレンジっぽくも描けるし、ピンクにした時はピンクっぽくも描けるっていう最強やねんけど、これのここの薄いとこといつもこのここら辺をなんか適当にこう混ぜて、最近自分もなんねんけど、眉頭はあんまりそこまで描かんと眉尻の方を先に描いていくっていうな。ドドンドンドンドドンドンドン、ちょっとターミネーターの BGM のリズムっぽい感じでね描いていきます。今年は一回な眉アートしてみたいなと思うな。で眉アートって明るい色もしてくれるんかな、なんかインスタとかでめちゃめちゃ見たりしてんねんけど、なんか結構濃そうやんか、自分薄くしたいからさっていう場合は薄くしてくれるのかな。こちらです、セザンヌの超細身アイブロウ、これしか使ってない動画で、まあ、いつもこれしか使ってない感じやけど、オリーブブラウン、こっちの眉尻を自分が削ぎ落としちゃったから頑張って、ちょごめん一旦黙るな、真剣すぎてちょっと黙るな。ごめんやけど今めっちゃ真剣で今こうしてます、めっちゃ真剣なかもしれん。上をちょっと色つけて、次アイブロウマスカラ塗んねんけど、このビゼのこれなめっちゃ塗りやすいねんな。これもともと去年自分がピンクメイクしてる時に眉毛変えないとと思って買ったやつやねんけど、ピンクブラウンって感じ、これめっちゃいいね。これなんでこここんなこうなるんやろな、もっと描けってこと。自分眉毛あんま自信ないし、もうできればみんなに見やんといてほしいねんな。だから前髪ずつ作ってんねんけど、でしかもあんまりだから主張もしたくないねん、顔のパーツ的に。だから粉つけたらさちょっとさなんかいい的なのさなんかで見てんな。で次がオレンジのチークを塗りたいんけど、自分このいつもこのデイジークのこれを使ってんねんけど、なんか最近もうちょっとオレンジにしたいねんな。 RMK のチーク、このオレンジ系を最後ここにの次チークでこうやって塗ります。地味地に描いていってんねんけど、すぐカメラから遠のいちゃう。よし、こんな感じでこんな感じでチークつけましたとさ。で次リップ塗ります。コストコにこれから行く人おったらめっちゃおすすめしたいんやけど、今も売ってるか分からへんけど1年前になコストコでオーガニックリップバームっていうな5、6本入りぐらいのリップ買ってんな。でこのリップさなんかリップバームやからなんかめっちゃ柔らかくて、しかもめっちゃ潤いすごいねんな。
この5、6本を買って、もうなんかもうあと残ってんの2本しかないんけど、そのすぐなくしちゃうから、これを部屋中のいろんなとこに置いてんねんな。リップ自体もめっちゃいい。最後はキャンメイクのこの虫プロテインの01番を、自分めっちゃ唇太いし、しかもさ冬場とかめっちゃ血色悪いタイプやねんな。分厚く塗りすぎたらなんか自分的になんかあんまり可愛くないなと思っちゃうから、いつもちょっとグラデーションリップをしたいなと思ってんねんけど、これをめっちゃ薄く、血色を上げるためにめっちゃ薄く、もうスタンプみたいな感じでちょっと血色つけるぐらいでつけてんねんな。で最後にラカ、最近気に入ってるこちらラカのティント、これもめっちゃオレンジやねんけど、中心塗ります。気持ちグラデーションリップ、こんな感じ。これするかどうかいつも悩むんやけど、このまたスクのオレンジのアイシャドウを目尻だけ、なんか自分の場合なんか二重じゃないし、こんな感じの結構目をしちゃうタイプやから立体感があんまなくて、ここにちょっと入れんねんな。最後に微調整って感じで、あれ忘れた、アイシャドウのとこへ抜いたかってんけど、シピシピのグリッターここら辺に入れる。あ、つけすぎた。気持ちがてら、自分の左目が全然好きじゃないの。ナチュラルっぽくない？ここ今めっちゃかきむしったのバレた。今めっちゃ痒くてかきむしってんな、バレんなこれ。よし、オッケー。前髪だけ巻いてきてんけどさ、最近さ髪の毛が結構長なってんな。ここら辺まで結構長くなってんな。なんかちょっと巻きたい欲があって、でも巻くのが微妙な長さやから、こうやってしたらすごいやぼったく見えんねん。だから最近めっちゃずっと髪の毛巻いてんねんな。髪の毛ほんまに適当やで。自分流のお団子めっちゃ適当な、くる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 ってして、そのくるくるってした上からゴムで固めるっていう適当なお団子をしてるんですけど、前までさもうバーってくくって終わりやってんけど、去年にグッズの撮影した時にスタッフさんで、そのお姉さんがな、ちょっとこうやってこういうとこやな、ちょびえ出しとたらいいんやでって教えてくれて、ちょびえをちょこ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 って出してるの、いつもこうやって女子ってみんなこんなんしてんのって思わん？最近さてちょっとさ見た目に気使おうと思ってきたからやねんけど、髪の毛すっごい綺麗に巻いてる子とかおるやんか、毎日こんなんしてんのって思うな。みんなにマジ国民栄誉賞やで。なんかよくよく考えてさ、自分思ってんけど、この可愛くなろうって思っておしゃれしてる時点で、もうその時点でなんか女子みんな可愛いよなみたいな。寝起きのもうあんなところからスタートしてやろうと思ってる志自体がもう可愛いね。最近そう思ってんねんな。もうこうやってしてること自体がもう可愛いってことやみたいな。毛先だけオイル、このプロミールオイル桜っていう、この匂いがなめっちゃいい匂いすぎて、1年持つねんけど、1年使ってやっとなくなってんの。2本目買ってんけど、ほんまにめっちゃいい匂いやねん。なんか桜とかもあんまり加工してる桜やから、あんまり加工してるのに作られたそういうお菓子とか匂い系があんま得意じゃないんけど、なぜかこの桜はめっちゃ好きやねん。オイルをちょこっとだけ塗りました。これでじゃじゃん、完成です。最近よくやってる毎日メイク、自分パーツが結構でかいタイプやねん。だから目元にすごいメイク入れすぎて、もう自分の場合一世代前のメイクみたいな感じになっちゃって、ここのアイシャドウは結構薄くして、ここら辺だけ結構キラキラしたの入れて、であとはもうリップは結構薄くする。でもその代わりチークを結構濃く入れるっていう感じの、こんなメイクをしております。髪の毛がもし伸びてこれで似合わんかったら、もうバサッて、もう一回ボブ復活って感じにしようと思うねんけど、最近は髪伸ばしてヘアアレンジを楽しんでみたいっていう気持ちになってきたから、こんな感じで伸ばしてます。ということで動画見てくれてありがとうございました。バイバーイ、ありがとう。